アイさん、今日はどんなお話ですか？今日は FC 琉球について解説するわ。 FC 琉球ですね。名称からして沖縄のチームって感じですね。クラブ発足に関してはいろいろあったチームなのよ。そうなんですか。気になります。それじゃ FC 琉球について解説するわね。お願いします。やらかしサッカーチャンネル。 FC 琉球は沖縄市を中心とする沖縄県全県をホームタウンとするサッカークラブ。2003年2月に沖縄で J リーグ参入を目指すサッカークラブとして創設。2013年に J リーグ準加盟クラブとして承認され、2014年に J リーグに加盟したわ。クラブ名は沖縄本島を中心に存在した琉球王国に由来しているの。運営法人は琉球フットボールクラブ株式会社。ホームスタジアムは沖縄市のタピック県ソフィアボンスタジアム。練習場は八重瀬町のコチンダ運動公園サッカー場、中城村の基地の裏公園をサマル陸上競技場、南城市の南城市陸上競技場の3カ所。エンブレムはアウンの呼吸を表す対のシーサーと琉球王国の王冠などをモチーフとしているわ。マスコットはジンベイニョ。ジンベイサメがモチーフね。ジンベイニョには逸話があって、某水族館で誕生したジンベイニョは外の世界でサッカーをやってみたいと夢見ていたの。その大きなサッカー愛を知った神様は心動かされ、足が生える魔法のシューズをプレゼントさたわ。神様から魔法のシューズを受け取る代わりに FC 琉球をサポーターと共に大海原へと導くというミッションを受けることとなったわ。ちなみに2009年から2013年までは石垣市出身の元ボクシング世界王者の具志堅用高をモデルとした具志堅くんかっこかりを用いていたわ。 J リーグ入会に伴い対談をしたの。かなりそのままのキャラですね。さすがに武士健くんを J リーグのマスコットでは使えなかったのですね。他にも FC 琉球は琉球ボンバーズというチアリーディングチームを持っているの。試合前やハーフタイムでゲームや試合会場の盛り上げに貢献しているわ。そもそもなんで沖縄でサッカークラブを作ったのですか？ FC 琉球はもともと沖縄にあったサッカークラブ、沖縄かりゆし FC から枝分かれしてできたチームなの。沖縄かりゆし FC は1999年6月に沖縄県のかりゆしホテルグループがスポンサーとなってかりゆしホテルズ FC として発足。かりゆしホテルってリゾートホテルを運営しているところですよね。沖縄に行った時に泊まったことあります。サッカーチームも持っていたのですね。創設年の1999年は天皇杯沖縄県予選会を兼ねた沖縄タイムス杯県サッカー選手権で準優勝する健闘を見せるわ。沖縄県社会人リーグも順調に3部、2部、1部とステップアップしていったの。いきなり強かったのですね。チームが本格的に J リーグ参戦を目指すようになったのは沖縄県社会人サッカーリーグ1部だった2001年。2001年3月には株式会社沖縄かりゆしフットボールクラブを設立してクラブの法人組織化を行い、チーム名称も沖縄かりゆし FC に改称したわ。さらには元日本代表のラモス・ルイを選手権テクニカルディレクターとして招聘し、かりゆしサウシー社というサテライト組織やユース組織も確立したの。急ピッチに J リーグ参戦の準備が進められたのですね。2001年の第81回天皇杯に沖縄県代表として初出場を果たし、3年連続で天皇杯沖縄県代表となったわ。2002年は九州サッカーリーグで優勝、 JFL 昇格がかかった全国地域リーグ決勝大会に駒を進めたのだけど、惜しくも予選ラウンドで敗退したわ。全国社会人サッカー選手権大会では本ダルミノス笹山 FC と0対0の同点で両チーム優勝したの。めっちゃ順調じゃないですか。どうして分裂したんですか？2002年10月にラモス・ルイがテクニカルディレクターを解任されたの。さらに12月には所属選手22人中21人が退団の意思を表明したわ。ええ、なんで退団したのですか？原因はフロントがチームの戦力を下げて堅実な運営に舵を切ったことが原因ね。選手らは退団理由について、沖縄から J リーグを目標に頑張ってきたが、社長から勝利至上主義よりも地域密着型を目指すという発言があった。この方向性の違いが一番の原因と説明しているわ。契約面では今期になってプロ契約ではなくパートタイムやアルバイト形態になったことなど待遇面での不満もあったわ。またラモス氏の解任が選手たちの不満を増大させる結果になったとみられるわ。どうしていきなり方向転換したのですか？結局のところかりゆし自体に運営資金がなかったみたい。
かりゆしホテルは2004年シーズン限りでスポンサードを打ち切っているわ。そうなんですね。確かに資金がなければ戦力ダウンしますよね。その後もチームは存続したけど、最終的にチームは2010年1月末で解散しているわ。一方で沖縄かりゆし FC を退団した選手は2003年2月に FC 琉球を結成したわ。純粋に沖縄の子供たちを育てながら自分たちもレベルアップしていく沖縄密着型のクラブチームを立ち上げたわ。 FC 琉球は選手たちが作ったチームなんですね。沖縄かりゆし FC のテクニカルディレクターを解任されたラモス・ルイも、沖縄にもうまい子供たちがたくさんいる、プロになりたくてもその環境がなくて福岡など九州に出てしまうのはもったいないと話していて、チームの立ち上げに協力したわ。でもラモスは沖縄かりゆし FC 側の気持ちを逆なでしたくないと話し、チーム運営には参加しないであくまでもアドバイザー的な立場だったの。 FC 琉球発足後は沖縄県3部リーグに参戦し、2003年6月に沖縄県社会人サッカー選手権で優勝して初のタイトルをつかむと、沖縄県3部リーグでも優勝したわ。3部のチームが県のサッカー選手権で優勝しちゃったんですね。あまりにも強かったから3万人の署名を受けた沖縄県サッカー協会社会人連盟の推薦で、翌シーズンは沖縄県一部リーグに特別参入したの。監督には元日本代表で読売クラブの監督などを歴任した与那城丈司氏を招聘したわ。2004年8月には天皇杯沖縄県予選準決勝で因縁の沖縄かりゆし FC を破るなどして天皇杯沖縄県代表になり天皇杯に進出、沖縄県リーグ一部でも優勝したわ。翌2005年には九州リーグに参戦、ミッドフィルダーの永井秀樹を獲得するなどし、九州リーグを2位で全国地域サッカーリーグ決勝大会に出場し優勝したの。2006年からの日本フットボールリーグ参入が認められたわ。沖縄県のクラブとして初の全国リーグへの参戦ね。あっという間に JFL まで駆け上がったんですね。でもここからが茨の道だったの。2007年の JFL は降格圏の17位になったけど、ロッソク熊本と FC 岐阜の2チームが J2 に昇格に加え、アローズ北陸と YKKAP が合併し、翌2008年からカターレと山としての参戦が決まったため、レギュレーションの変更でかろうじて残留できたの。運が良かったのですね。2007年12月には J リーグ昇格を目指し、2002年ワールドカップの日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏を総監督に、元ブルキナファソ代表監督のジャンポール・ラビエ監督に招聘したわ。さらに元日本代表フォワードの山下義輝など大型補強を行い、2008年はトルシエ革命元年を歌ったけど、結果は16位と低迷。翌2009年には初代監督の新里博之コーチが監督に復帰も、再び16位に終わった。16位は入れ替え戦圏内だったけど、2007年同様、2008年、2009年と3期連続で JFL のレギュレーションの変更で生き残ったの。2010年も10位、2011年、2012年は9位と順位は振るわなかったわ。 JFL ではなかなか成果が出なかったのですね。成績面とは別に、 JFL 昇格以降、 J リーグ入会のための活動も進めていて、 J リーグの準加盟申請を3回も行ったわ。2008年に最初の申請を行ったけど、施設の不備などで不認可という審査結果を受けたの。2011年の申請では継続審議となり、 J リーグからホームスタジアムとなる沖縄県総合運動公園陸上競技場の改修工事の明確化、地元と連携した支援体制の確立という2つの課題を提示されたわ。そして2013年に、2014年に創設される J3 への参入を目指し、J リーグへ3度目の準加盟を申請したわ。2013年8月には準加盟承認への課題とされた沖縄県内のスポンサー確保、財務体質の改善を行い、現在の運営会社である琉球フットボールクラブ株式会社を設立し、2度目の運営会社の移管を行ったわ。そして2013年9月にやっと J リーグへの準加盟が認められたの。2013年11月19日に J リーグへの入会が承認され、2014年からの J3 リーグ参加が決定したわ。沖縄初の J リーグクラブが誕生したの。 J リーグ参戦初年度の2014年、2015年は9位と順位は平行線をたどる中、毎年選手の大量入れ替えが続いたわ。そんな中、2016年に下部組織のジュニアユースの監督だったキン・ジョンソン監督がトップチームの監督に昇格したわ。それまでは2011年に加入し、2014年に蒲田マーレ讃岐に移籍した元日本代表フォワードのガナワ和樹や
2015年に加入し、同年に引退したフォワードの中山聡などの過去に実績のある選手を軸にチーム作りをしてきたの。それをキン・ジョンソン監督は若手主体に転換したわ。同年に藤枝舞 FC から加入したゴールキーパーのパクイル・ギュガチームを牽引したの。若手中心のチームに大宮アルディージャから加入した元日本代表フォワードのバンドリュージなどの即戦力が加わり、チーム力が向上したわ。その中で國學院久我山高校を2013年に卒業後、スペインのウラカン・バレンシアでの武者修行を経て2015年に加入後、3シーズンでリーグ戦6得点だったフォワードの渡嘉敷雄太が群馬戦の後半4分のゴールを含め得点ランク2位の16得点と覚醒したの。3対1で勝つサッカーを目指した金監督が鍛え上げた若手主体のチームに即戦力が融合した FC 琉球は第17節の藤枝舞 FC 戦で首位に浮上して以降、独走状態で J3 史上初の3試合を残しての優勝を成し遂げたの。見事に J2 昇格を決めたわ。しかもこのシーズンはホームゲームは無敗だったわ。着実に戦力が上がってますね。2019年からは J2 が定位置になっているわね。2019年はシーズン開幕4連勝を達成し、さらに前シーズンから続いていたホームゲーム無敗を J リーグ記録更新まで継続するなど好調が続いたの。でも中盤戦では連敗が続いたわ。それでもシーズン途中で獲得した元日本代表の小野伸二らがフィットし成績が向上して J2 初年度を13勝10分け19敗の14位で終えたわ。2020年シーズンは開幕以降9試合は勝てない状況が続いたわ。シーズン後半では持ち前の攻撃力が発揮し、守備を持ち直しながら徐々に調子を上げていったけど、順位は昨季より下げ14勝8分け20敗の16位で終えたの。2021年シーズンは前半戦は暫定首位に立つこともあるなど優勝争いに絡んでいたけど、後半戦に入ると徐々に失速。第28節から第34節までの7試合を1分け6敗の成績で順位を8位まで落としたわ。10月20日にヘッドコーチを務めていた木名哲弘を監督にしたけど、最終的に18勝11分け13敗で9位となり、 J2 としての最上位でシーズンを終えたわ。年々少しずつレベルアップしている感じですね。このままいけばいつかは J1 に昇格できるかもしれませんね。そうね、いつか J1 でも見てみたいわね。それでは今回はこの辺で。このチャンネルでは日本サッカーの生い立ちなどを解説しています。面白かった、参考になった等があれば高評価、チャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。